いいっす、こんにちは、ある東大生実況者、しゅんです。今回はですね、ドラゴンクエストタクトのヘルカッチャのですね、まあ、性能面について軽く考察した後に、ですね、まあ、このヘルカッチャ周回の不満点についても語っていこうかなというふうに思っております。それでは、早速やっていきましょう。まずはですね、まあ、ヘルカッチャのドロップ率が、ま、すごい気になるかと思うんですけれども、まあ、僕は124周して、4体しかドロップしませんでした。まあ、3% ぐらいですね。で、まあ、他にもそのぐらいの周回数だと、まあ、ね、3.7 とか結構いるんですけれども、まあ、ある程度やってる人の見たら、ま、だいたい 6% ぐらいに落ち着いているという感じですね。はい。ということで、まあ、平均してみると、だいたい 6% っていうことで、まあ、これはクレリアの時とかも、まあ、3% じゃね、2% じゃね、1% じゃね、みたいな感じで言われてたんですけど、まあ、だいたいクレリアと同じぐらいってこと考えると、まあ、通常時が、まあ、ドロップ率 3% で、今回、まあ、2倍キャンペーンってのやってますから、まあ、それで 6% っていうのは、まあ、確定なのではなかろうかというふうに思いますね。はい。で、一応、まあね、まあ、なんだろうな、まあ、僕以外の、まあ、ドロップ数っていうのは、これ、ツイッターで落ちてた情報をね、適当にピックアップしただけなんですので、まあ、ね、いろんなね、物申す人はいるでしょうが、まあ、一応 6% ぐらいだろうというふうに、しておきましょう。で、考えると、平均でですね、611周すれば、まあ、37体できて、貫突可能と。まあ、イベントで4体入手できますので、まあ、素材と、3凸分じゃねえな、30ポイント分は、入手できるということで、まあ、37体ドロップする必要性があるといった感じですね。まあ、つまり、17日間ですかね。はい、ドロップ率が上がってるのは17日間で、まあ、その間にですね、6110スタミナを使えばいいということで、まあ、1日平均359スタミナ使えば、まあ、いずれ貫突するだろうということですね。はい。てか、まあ、平均で、まあ、大体半分の人は貫突するという感じですね。まあ、なんで、1日408スタミナ分マックスで使えるんで、全部ヘルカッチャに使うってのも、まあ、ありっちゃありなのかなというふうに思いますね。はい。で、はい。まあ、ヘルカッチャーのですね、まず、ステータス見ていくと、まあ、HP だけちょっとこれは、あれですね、特性、貫突の特性が考慮できてない状態ですが、まあ、1125、で、MP346、攻撃力268、で、まあ、守備力が485で、まあ、素早さ431、賢さ133、運動力2、ウェイト35と、いうところですかね。はい。で、耐性がですね、まあ、バギーデインカーでインドルマあたりを予想していたんですが、まあ、まさかのバギードルマと。まあ、メラ使いだったんで、バギードルマってのも十分あり得た。まあ、バギーかデインかドルマっていう状態だったんですけれども、グレンデルのこと考えたら、まあ、グレンデルだけ、まあ、ちょっと入手難易度が難しいってこと、常設落ちしてないよね。常設落ちしてなくて、なおかつ、ですね、まあ、今のガチャで引けないと。で、まあ、グレンデル必須とまでは言わないんですけど、まあ、あった方が楽。っていうクエストもちらほらあること考えたら、まあ、グレンデルが、まあ、入手できない人用にと。で、どうせ夏に、常設落ちするので、まあ、それ考えたらこの時期に、出してあげるってのが、まあ、運営の温情かなというふうに思っていたんですが、まさかのバギドルマ激減というね。ま、これ、後で言いますが、簡単に言うとね、ヘルカッチャーをどう、まあ、人にね、紹介するときにどう言うかって言われたら、まあ、ドラゴンバゲージの完全上位互換だよと。まあ、もちろん、バゲージの場合、混乱無効とかあるのか。で、混乱長弱点なんで、まあ、その混乱使ってくる敵とかだったら、バゲージの方が良かったりするんですけれども、まあ、守備力、バゲージ200ぐらいしかなくて、めちゃくちゃ柔らかいんですよね。身代わりキャラで一番柔らかい。で、なおかつ HP も1070ぐらいで、まあ、一応ヘルカッチャの方がでかいというところで、まあ、呪文影響に対してもヘルカッチャの方が強いと。で、なおかつ HP 回復あるし、いきなりダメージバリアで3ターンの間めちゃくちゃ強いし、というところで、まあ、ヘルカッチャに部があるのかなーっていうふうには思いますね。なんで、まあ、バゲージ使うことはほぼなくなって、まあ、逆にヘルカッチャを、メインで使うことはすごい多そうな気はしますね。はい。ただですね、じゃあ、開花とか総力戦で、なんか、緊急に必要なことがあるかって言われたら、正直ないと思っていて、で、なんでかって言ったら、まあ、開花20とか31とかで、まあ、僕はあんま使わないんですけど、まあ、身代わりでですね、ドラゴンバゲージ使うみたいな戦法を使ってる人が結構いて、で、そういうの使ってる人だったら、まあ、なんて言えばいいんだろうな。バゲージでいいっちゃいいんですよね。まあ、こんな使うやつもいますから、メタバに向こうのバゲージの方が、今回の、その場合だと部があるし、まあ、HP もね、所詮50ぐらいしか変わらないんで、中途半端な凸だと、てか4凸とかだと、ヘルカッチャーよりバゲージの方が強かったりするんで、それ考えたら、まあ、バゲージってよくねってのは正直なところで、なんか、ね、ヘルカッチャーがないと、クリアができないクエストが今あるかって言われたら、正直ないのかなっていう現状ですね。はい。ただですね、ですね、バゲージと違って、まあ、守備力が硬いので、まあ、ダークドレアムとかエスタークですね、要するにバギーとドルマの、物理系ですかね、まあ、他にもバラモスゾンビとか、あとヒュンケルとか、まあ、そこあたりが追加された場合においては、まあ、ヘルカッチャの方がいいよねっていう風になる可能性は
ありそうというか、まあ、ヘルカッチャーじゃないといけないみたいな、バゲージじゃ無理だけど、ヘルカッチャーならどうにかなるみたいな、まあ、そういうことはありえそうなので、まあ、ヘルカッチャーをその貫突するなっていうことではないです。はい、ヘルカッチャーは、まあ、とりあえず貫突しとけば、まあ、腐らないというか、ほっとけばどっかで使えるよねってのは、間違いないとは思いますが、ただですね、まあ、緊急を要してはいないという印象ですかね。はい。まあ、現状のクエストだと、うん、まあ、バゲージで、まあ、代用が効くっていう範囲ないかなっていうふうに思うので、まあね、2倍キャンペーン、4月28かな ?28 ぐらいまでですが、まあ、そこまで焦らずにっていうのも、まあ、いいのかなと。他のことしたい人は別に他のことやってヘルカッチャ集めを、まあ、ゆっくりやるってのも全然ありっちゃありな、要は気はしますね。はい。で、このクエストですね、まあ、何が不満かって言ったら、まあ、その、電撃源じゃないって時点で結構不満なんだけど、俺からしたら。ですね、周回が本当にね、めんどくさくて、で、なんでかって言ったらね、まずですね、これね、周回がですね、めちゃくちゃしづらいっていうね。まあ、ちょっとやってみましょうか。ジムがないな。はい。10ジムして、5周しましょうか。はい。相変わらずね、この自動周回がしづらいですね。で、ね、まあ、自動周回って、まあ、今回5周しかしませんけど、これ60スタミナなんですよね、1周あたり。まあ、これもどうにかしてくれよというふうに思うんだけど、なんかね、30スタミナとかね、60スタミナとかにして1周。で、それでなんか2倍とかしてほしいんでしょ、正直言って。で、プラスですね、この、基本的にま、60周するってことは、まあ、1秒この周回のペースを遅れると、それが60回あるわけで、1分損するわけじゃないですか。っていうことを考えたら、まあ、僕の環境だとこれ、まあ、無駄にこれ離れてて、まあ、1段目、まあ、6に攻撃ができないんですよね、正直言って。なんでね、25秒くらい遅れてるんですよね、この、パーティーの、あれのせいで。いや、ほんと、こうなっちゃうんです。絶対こうなっちゃうんですよね。どうしても。で、数えてみたら25秒遅れてるってことは、25分ですね、60周するたびに遅れているということなんですよね。で、まあ僕みたいに、そのドラケータクト用の端末、まあ僕の場合 iPad もですけど、iPad 持ってて、なんか充電とかそんなに気にせずに、こんな感じでのんびり自動周回できるっていう人は少ないと思うんですよね。まあ基本的になんか、端末一つだけ持ってて、要するにスマートフォンだけで、みたいな感じで、で、家とか、家じゃないな、学校とか、なんか職場とかで、まあそういう時に、まあ移動時とかそういうので結構充電使っちゃって、で家帰ったら充電しようねっていう時に、なんかそのね、本当に、マジで、これ、一周あたり、いくらぐらいかかったかな？多分1分ぐらいか、1分か1分半ぐらいかかってると思うんですけど、90分ぐらいさ、自動周回なんてできるほど、なんか、スタミナじゃねえな。バッテリーですね。はい。バッテリーの方が、そんな足りてないと思うんで、まあ、それ考慮すると、やっぱり、なんか、もうちょっと自動周回楽にしていいんじゃないかというふうに思いますね。はい。ユンさんとか多分ハイ課金目線で、まあそういうなんかね、端末すごい持ってる。で、時間があるっていう人とかだったら、なんか、何だっけ、ジェムもっと増やしてほしいみたいな。ジェム割りというか、まあスタミナというか、そこあたりもっとできるようにしてほしいみたいなこと言っていたかと思うんですが、まあ多分ほとんどの人はそっちじゃなくて、なんかね、経験値効率、経験値を3倍にしてくれみたいな。ゴールドと経験値3倍にしてくれっていう。で、ドロップ確率もね、5倍とかそんぐらいにしてくれっていう、ね。その周回数がちょっと耐えられそうにないっていう。そっちなんじゃないかなっていうふうに思いますね。いくら自動周回、いくら自動とはいえですね。まあ、端末1個しか持ってない人とかだったら、それだけで埋まっちゃうわけですからね。本当に、まあ、しんどいっていうふうに思いますし、まあ、スマホ自体もですね、まあ、スペックが多少低いとあちあちになりますのでですね、大変なのかなっていうふうに思いますね。はい。まあね、なんか実況者みたいに結構高スペックな、端末をなんか、ソシャゲ用だけに持ってるみたいな人の方が多分少ないと思うので、それ考えたら、まあ、もうちょっとなんかね、そういうキモーター向けの環境でしかできないようなゲームじゃなくて、カジュアルにできるゲームでいいんじゃなかろうかというふうに私は思いますね。うん。ちょっとね、最近の周回が本当意味わかんない。なんか、なんで距離を取るのかが本当にわからないし、なんで3体で身代わりすんだよってね、本当意味がわかんない。はい。で、加えて、まあ、ヘルカッチャ周回の不満点っていうのが、まあ、カンストまでのね、この必要経験値っていうのが 1.5 倍になったんですよ。はい。レベル120までするのに、まあ、400万ぐらい必要で、500いかないぐらいかな。で、ですね、ランク7にする、ランク8まで完走するのに、今度、700万ぐらい必要になって、大体。っていうことを考えたら、まあ、なんだろう、1.5 倍ぐらいになったんですよ。
なのに、その経験値が、まあ、普通そう考えたら、まあ、1.5 倍になるじゃないですか。で、ドラクエ9イベントとかだったら、途中だったから、まだそんなに、モノモースとかやんなかったんですけど、いや、さすがに、ストーリー新しく追加されるってのを聞いたときに、あ、これで、なんか、あれかな、みたいな、結構、美味しい経験値とか、まあ、美味しいゴールドのところが増えるんだろうな、っていうふうに思っていたんですよ。で、ところがですね、まあ、前回追加されていた、ビッグフェイスですね、3部4章8話、こちらがね、経験値3636なのに対してですね、今回、ヘルカッチャ集会っていうのは、3部7章5話っていうのは、ですね、ヘルカッチャ集会必要経験値2257。いや、なんでだよって思って。なんで3分の2倍になんだバカかよつって。おかしいだろ。なんで3割減なんだよ。おかしいだろつって。1.5 倍期待してたら 0.7 になってたっていう。もう意味がわからないっていう。期待の半分になってるって。で、しかも、その、なんだろうな。いや、他のところで、みたいな。そのね、前のビッグフェイスのところよりも経験値多いんじゃねって思うかもしれませんが、少ないっす、全部。3000いくやつ多分ないと思うんですよ。2000とか2500ぐらいがマックスぐらいで、ヘルカッチャーかなり高い方ですね。はい。なんで、もう意味がわかんないって、経験値稼ぎたかったら、ビッグフェイス稼いだ方がいいみたいな。そんな感じなんですよね。で、だから追加ストーリー、まあ追加、ストーリーでいろいろ追加されたんですけど、基本ビッグフェイス以下なんですよね。で、一つなんかハグレメタル狩りみたいなところがあって、まあハグレメタルが収穫率で出ますよってところがあるんですけど、そこもですね、前回の3章4話の、3部4章の3話かな確か。に、メタルが出るところがありまして、で、そこはハグレメタルとメタルスライムも出るんですよね。で、さらに、これ、まあ諦めるをしても、これ、あれなんですよね。まあ要するにスタミナ使いませんから、まあリセマラってやろうと思ったらできるんですよね。めちゃくちゃめんどくさいからやりたくないんですけど、まあ時間かければできるので、それしたら経験値確か8000くらいだっけ、ちょっと忘れてたんですけど、そんぐらい、入手できるので、まあやっぱり、ですね。まあ、はぐれメタルが出る3部5章6話もあるんですが、4章、まあ、昔のやつの方が実は、美味しかったりするので、まあ、ちょっとそれを考慮すると、なんか今回の追加イベント、追加のですね、ストーリーっていうのは、やっぱり、そのね、いろんな新モンスターとか、まあ、前入手できたモンスターが、まあ、入手できるっていうのももちろん、期待はしていましたけど、それ以上にですね、やっぱり、必要経験値だとお金もね、多少というかかなりだね、かなり必要になったので、まあ、それに対する、まあ、ちょっと、その効率が良くなるクエストってのを期待していたのに、全くと言っていいほど美味しくないっていう。全部、その半年前に追加されたやつに負けちゃってるっていうのが、まあ正直、あ、何も考えてねえんだなっていうふうに思っちゃいましたね。はい。で、これね、もうね、これね、何がね、こんな不満点あるかって言ったら、課金する意味がなくなったと言っても過言ではなくて、で、なんでかって言ったら、S8 のですね、カンスト税に作るのに必要な日数なんですけれども、まあこれジェムアリなしの状態ですね。はい。で、ヘルカッチャ周回をですね、ひたすらやっていたとしたら75日かかっちゃうんですよね。2ヶ月以上かかると。頭おかしくないですか？で、ビッグフェイス周回だったら、それの半分くらいでいいっていう。だビッグフェイス周回するよね。普通に考えて。で、あとは、ハグレメタル周回とかだったら、もう、さらに半分ぐらいになる。けれども、今度自動周回じゃなくて、まあ、普通にオートにして、で、まあ、自動周回でもできるんだけど、で、メタル出なかったら諦めにをして、みたいなのを、なんかひたすらリセマラやんないといけないので、まあ、ちょっとというか、かなり時間周回、13ミなんでね。それを1日なんか、まあ、ジェム割りする人とかだったら100回とかやんなきゃいけないので、まあ、ちょっとというか、かなり負担なのかな、というふうには思いますね。はい。で、まあ、例えばジェム割りするよっていう人も、まあ、1日に使えるスタミナが408なんで、ジェム割りしないで。まあ、なんで、ジェム割り5回したら、この日数が半分になるっていうことなんですが、ここで問題なのがですね、追加されるキャラクターの方が多いと。まあ、要するに1ヶ月で、まあ、めちゃくちゃキャラ数って増えるじゃないですか。まあ、1ヶ月で、なんか多分、15体ぐらい追加されてんのかなと思うんですけど、それが全く、育成できないっていうのが、まあちょっと追いつけない。もう無理っていうのが、まあ正直なところですかね。はい。もう追いつける人ほとんどいないのかなと。まあジェム割り全部して、1日2600使えば、まあ追いつけるかな程度で、まあ普通にやってる人、まあ僕とかもジェム割り8回ぐらいやってますけど、まあそれだと無理で、で、しかも、まあね、そのビッグフェイス周回とかハグルメタル周回みたいな経験値だけのところではなくて、まあどちらかっていうとランクアップとか特異強化みたいなところも潜らないといけないじゃないですか。とか、まあゴールドとか、まあそういうのやってると、まあね、実際はもうちょい時間かかっちゃうんですよね。ってことを考慮すると、いやちょっとね、ちょっとというか、まあ、かなり、まあ、無理があるのかなっていうのが正直なところですね。不可能、正直、こんなの。本当に何も考えてなくて。いや、なんかちょっと残念だなっていうのが正直なところですね。まあ、ヘルカッチャ周回に、まあ、付随するこちらの場合は、なんか、ストーリーのですね、まあ、新追加の不満点というところなんですけれども、なんで経験値 1.5 倍になったのに、そこ何も考えてないんだよっていうのが、全くもって理解ができないという。
では結局、まあ、ヘルカッチャが欲しいですけれども、まあ、実際にですね、パーティーを強くするインパクトがあることっていうのは、実はまあ今持ってる、まあ皆さんが持ってる S8、S ランクキャラの S7 とか、まあ6とか5とか、なんでもいいんですけれども、才能開花したじゃないですか。オニコンボとか、クイーンスライムとか、キラーマシンとか、あと言っていただいたけど、ダースドラゴンか。はい。そこあたりを、ですね、S8 にして、まあそこら辺の貫突のモンスターを S8 にして、で才能開花全部開いた方が、将来のためになっちゃうんですよね、ヘルカッチャより。だヘルカッチャバゲージでいいんだもん。電気とか持ってなかったら無課金の人のために開花25でクリアしやすくなりますとか将来的にどうこうとか言えるんだけれども、うん、まあ今のところバギードルマの物理ってないんで、マジで。ないっていうか、まあウィングタイガーとかいたりするんですけど、無属性使ってくるから、激しい紙すく使うから、まあ、正直なーっていうところで。それコールすると、やっぱり、まあないかな。ないかなというか、まあ、ヘルカッチャーももちろん、育てた方がいいんだけど、それ以上になんかレベル上げした方がいいって、なんかもうわけのわからない状態で、まああんまり、あんまりというかなんか本当に、ただただひたすら周回するゲームになってしまったなーってのが、周回1日、だって僕とかスマホのね、スマホというかタブレットのなんか使用時間みたいな、ここ最近12時間使ってますからね、で、タクトに10時間ぐらい使ってるからね、これ。でただひたすら周回してるって言って、本当に周回しかしてない。バトルロード周回と、このジェム割りの周回してない、してないと。で、そんなのできる人ほとんどいないじゃないですか。まあ僕の場合起きてるというか、まあ寝てても自動周回して、みたいな。で、なんか2、3時間にパッと起きて、なんかバトルロードだけしてまた寝るみたいなこともやってたりするレベルで、なんかいじってて、それで、なんか、それでも全然足りないなっていう感じなんで、まあ多分普通の人は、まあ普通にね、学校行ったりだとか、働いてる人とかだったら、もっと、というかかなりしんどいのかなっていうふうに思いました。はい。ということで、今回のまあドラケタクトのですね、このバトルチャッカじゃなくて、ヘルカッチャか、ヘルカッチャー集会なんですけれども、いやマジでね、ちょっとね、ユーザー視点にちょっと立ってみてほしいなというふうに思いましたね。まあ開発側はね、パソコンとかで、なんかね、やってんのか、デバッグやってんのかもしんないけどさ、こっちはさ、なんかさ、バッテリー決まってるさ、端末でやってるからさ、みたいな。いや、それ考えたらもうちょっとっていう。もうこんだけね、周回させるんだったらパソコン版出せよって思うんだけど、パソコン版出したらポットが崩壊して、なんか大変なことになりそうな気もするんだけど、ですけど、いや、本当になんかもう周回量だけ見ると、そんだけ、ね、いや、もうちょっとね、スマホ向けのゲーム超えちゃってるかなっていうのが正直なところですね。はい。ということで、まあ今回の動画は、まあここで終わります。まあヘルカッチャー自体は600周ぐらいですかね。611周なんで、まあ、不可能な数字では決してないですが、まあ、ただ、その後ランク8にしてレベル上げしたりだとか、なんか、渡りってのは、あとはですね、時間ですね、周回にかかる時間とかは、まあ、尋常じゃないぐらいかかっておくよ、ということだけは言っておきます。ということで、まあ、今回の動画が、まあ、ちょっとでも、なるほどなとか役に立ったなと思った方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。